いたか？いや、まだ見つかっていない。必ずいるはずだ。探すぞ。己、下民の分際で我が屋敷を襲撃するとは身の程知らずだ。お父様、私も戦います。お願いします、お父様。ダメだ。お父様、何を。あっちだ。お父様、これは。お父様。賊め、私をフレーゼとしてのことか。何？バカな、下民にこんな魔力が。貴様、ミネス。まさか他の連中も。平民上がりが出しゃばりすぎたな。貴様のようなやつが力を得るとろくなことにはならない。何、この国に忠誠を誓った私を侮辱するか。王はこのことを。我が忠誠を疑うか。己、こいつ。すべての人々が魔法を使えるこの世界。これは魔法がすべてのこの世界で生まれつき全く魔法を使えないアスタという少年の物語。魔法が全く使えないにもかかわらず、クローバー王国魔法騎士団黒の防御に入団したアスタは、仲間たちと共に数々の強敵に立ち向かう。戦場では弱いやつが存在する価値。俺はそんなお前を壊すため。そうかよ。じゃあ俺を壊してみろ。そのつもり。今だ、任せろ。見たかユノ。邪魔なものは全て排除する。まだ戦える。これでまだ戦える。任せろ。どうだノエル。まあまあね。これで諦めないのが俺の魔法だ。そこだ。まだだ。お前の負けだ。まだ戦える。邪魔なものは全て今戦える。そんなバカ。これで今だ。任せろ。見たか言うの。やるな。これが私の実力よ。お前はまだ戦える。邪魔だ。消えろ石ころ。石ころは石ころでも俺はダイヤモンドを砕く石ころだ。仲間と力を合わせマルスとの戦いに勝利したアスタ。その後も幾度となく訪れる危機を仲間に支えられながら乗り越えていく。そしてヤリさん。まだつかないんですか。うるせえな。てめえが空間魔法を使えれば歩かないで済むんだよ。無理ですよ。ここ初めてですもん。だったら黙ってろ。せめて飛んでいけばいいのに。すんません、俺飛べないっす。私もよ。何度も言わせないで。少しは申し訳なさそうにしてよ。てめえが俺たち全員乗せて飛ぶか。ヤミさんは自分で飛べるでしょ。にゃに俺に飛ぶってのか。飛ばされてえのかてめえ。いや俺別に変なこと言ってないでしょ。それにしてもこんな場所にもダンジョンがあるのね。ここがどこか知ってるのか。フレーゼ丘陵でしょ。フレーゼ丘陵。丘陵って。丘陵っていうのは昔は領地にしてた土地ってことよ。この辺りは昔フレーゼ教という貴族が治めてたんだよ。フレーゼ教。先見のフレーゼと呼ばれた貴族さ。未来を見通す力を持っていたらしい。戦いにおいては敵の動きを先読みし、商売においては相場の動きを先読みし、弱小貴族だったフレーゼ家を一代でものすごく大きくしたのさ。へえ、すごい人だったんすね。でも確か30年くらい前に盗賊団に襲われて一族みんな亡くなったとか。無情だよね。でもおかしくないっすか。何が。未来がわかるのに盗賊に襲われることがわからなかったのかなって。ああ、当時もそういった話はあったみたいだ。でも結局一族みんないなくなって真実は闇の中さ。未来を正確に見通すなんてせいぜいよく当たる占い程度だったんじゃないかしら。おしゃべりはそんくらいにしろ。着いたぞ。ダンジョンっていう割にあまりマナーを感じないわね。ダンジョンの中でもかなり古いもんだ。時間が経って枯れちまってるんだ。だが生きてるトラップ魔法なんかもある。ボケっとしてたらやられるぞ。闇団長はここ来たことあるんすか。昔ちょっとな。こいつ、色が動いてるぞ。ストーンゴーレムよ。侵入者を排除してるんだわ。まだ戦える。やる。任せてください。どうすか闇団長。やるじゃねえか。ここそうだ。迷った足の一撃は、はい。いける。いけ。やっと。相手クに乗るんだ。任せてください。どうすか闇団長。やるじゃねえかここ。聞く。じゃ、ちょっくら見てくるわ。うわ、また出た。ヤミさん。そいつらの相手よろしくな。俺は邪魔にならないように隠れてるから頼んだぞ。頼りにならないわね。了解っす。魔力なしの一撃をやったぜ。いけ、俺は負けない。やるわねアスター。俺は負けない。いけ。よし回復だ。